をしてございます。今回の話ですね、いやー皆さんお久しぶりでございます。いや最後にね、おそらく投稿したのが1ヶ月ぐらい前で、プロ野球チップスをね大量に開封したんですけれども、ちょっとですねようやく仕事が落ち着きましたので、動画投稿を、ね、再開させていただきたいと思います。それでですね、ちょっとね再開にあたって、まあ、どうせね何か動画を出すなら、まあ、面白いねことにチャレンジしていきたいなと思って、面白いものがね売ってたので晩酌していきたいと思います。それがこちら。はい、ということで主役はねこいつです。こちらですね、串カツ田中のフライヤープラス串カツ25本セットでございます。お値段が19,990円、送料込み。このフライヤーって動画を撮り終わった後も普通にフライヤーとして使えるので、まあ、コスパ的にはね、まあ、普通にフライヤー買ったプラス串カツ田中が食えるっていうので、まあ割とリーズナブルなんじゃないかなと思ってこちらをね購入いたしました。で今回なんですけれども、まあこちらのフライヤーを使って串カツ田中25本で一人ぼっちなんですけれども、豪遊飲みやっていきたいと思います。もう最高に楽しみなんで開封していきます。よいしょ、オープン。はい、こんな感じ。名物串カツ田中、大阪伝統の味。うわーすごいね。あ、ここに書いてます、家電のやつとかで有名な山善×串カツ田中ということで、まあ山善さんが手掛けてるのでフライヤーの機能としては、まあ、申し分ないんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。お家で串カツ卓上フライヤーって書いてますね。まあぼっちでやるにはまあ十分っすね。これとかめっちゃ良くない？ソース二度漬け禁止とかのシールが貼ってあって、でここで温度調整とかももちろんできるっていう感じで、蓋開けるとねこんな感じなんで、かなりのね量を一気に上げられるかなと思います。じゃあとりあえずね、串カツ田中豪遊飲みをね早速今からねやっていきたいと思います。んでいこう。はい、こちらがですね、フライヤーと一緒に届いた串カツでございます。まずですね、こちら、串カツ田中のソース。それで、まあ、これメインかな。串カツ田中の、衣付き豚ロース串、衣付きチーズ串。うわぁ、これとかめっちゃええやん。尻尾まであるタイプのエビ串。で、やっぱ串カツと言ったらこれでしょう。レンコン串。で、最後にハム串ということで、まあ、ハムカツみたいな感じですね。だから合計これで5種類の25本という感じで、まあ、一人飲みだったら全然満足いく量のね、ボリュームになっております。で、今日のお供なんですけれども、もうね、僕決めております。これ、スーパードライの生ジョッキ缶。これと串カツ多分相性抜群だと思うんで、これでクイッとね、いきたいと思います。もう輝いてるわ、これマジで。めちゃくちゃうまそう。早飲みたいって感じやね。いいよ。じゃあとりあえず、油がね、温まるまで待ちたいと思います。とりあえず、この準備から飲むっていうのもね、醍醐味だと思うんすよ。なので、ちょっと、準備がてら、今日も一日お疲れ様です。生ジョッキ缶で乾杯。おー、出てきたわ。あ、うまー。ってうますぎ、生ジョッキ缶。あ、ほんで、まあ、ちょっとええ感じに油が出来上がってきてるんですけど、その間にタレをね入れて、ちょっと自分好みに若干カスタマイズさせたいっていう部分があるんですけど、ちょっと入れていきますね。はい、こんな感じ。あー、こぼれそう。そんでこの七味を大量に入れる。これが、酒の進む最高のソースとなっております。いやー、ちょっと待ち遠しすぎるわ。今日はちょっとじっくり飲もう。とりあえず全種類一気に5本あげたいっすね。はい、じゃあちょっとね、油いい感じになってきたので、早速串カツあげていきましょう。このね、エビから入れていきます。よいしょ。うわ、ちょっと待って、めっちゃいい音鳴ってる。レンコン、豚串カツ、ハム串、豆乳、ラストチーズ串。うわ、めっちゃいい感じ。エビとかこれエグいんちゃう？おー、ええやんええやん。これはカリッと揚がるわ。わー、もう結構ええ感じになってきましたね。多分エビはいけますね。はい、全部の串カツがね揚がりました。これ絶対熱々やし絶対うまいわ。早速食べていきます。じゃあとりあえずいただきます。じゃあちょっと豚串から行かせていただきたい。ちょっとチーズついてるんですけど、めっちゃうまそうやねこれ。やばー、豚串カツ。これを
串カツ田中のオリジナルタレ。ちなみに僕のところは二度漬け OK です。こんな感じで七味もたっぷりつけていただきます。いただきます。うんまっ、うますぎ。熱々でジュワーってくるね。でやっぱ衣が薄いなんで芋タレがしにくいっていう、さすが本場大阪の串カツ、最高。いやうまい。もう意識飛びそうやわ、ちょっとうますぎて。食べてる間に揚げていってそれを食うのがいいんじゃない。レンコン気になってるからレンコンいきましょうか。レンコンも大きいけど衣が薄いっていう感じ。セミニョのタレにこうまたつけてね。レンコンいただきます。あ、うまレンコンも。でこの横からね、揚げ物のパチパチ鳴ってる音完璧です。ちょっと生ジョッキ缶いっちゃいますね、一気に。はい、急いでもう一本取ってきます。夏近づいてるんで、無糖の氷結これでいきます。いただきます。いやうまい、安定。次、極厚ハム串、これいきましょうか。わかる？これめっちゃ分厚いハムなんよ。大きいし、これもつけて食ったら飛びますよ。いただきます。あ、うまいハムや。噛み応えはそんなに硬いとかはなく、弾力もなく、柔らかいハムで、あのよくある赤ソーセージみたいな味のハムですね。うまい。ほんまに酒進むぞ。一人でさ、自分のペースでこうやってあげるの最高よ。どうせやったら熱々のエビ串いくか。タレにつけて。やばいで、これ新鮮なプリップリのエビやで。うまそう。いただきます。うまっ。やばいやばいやばい、エビめっちゃうまい。意識飛んでまうて。最高。チーズもいっちゃっていい？もう見せるまでもないチーズ串よ。あ、みんな好きなタイプのチーズの味やね。どっちかっていうと酒チー寄りみたいな感じ。うわ、うまい。やっぱこれ飲みに合うやつをチョイスしてんのかなっていうのがすごい感じる。でもちょっと玉ねぎは欲しかったな。あとアスパラ、アスパラとか絶対串カツ屋さん行ったら頼むんで、それはちょっとね、惜しい感じですね。うまっ。これちょっと止まらへんねんけど、熱々豚カツ、これほんまにね、最初食った時衝撃走ったんよ。この弾力と熱々さとジューシーさ、これはやばいで。いい感じに一味のアクセントもやばい。あ、うまっ。やっぱ飲みっていいね。ちょっとね、復活したからにはちょっと外でもいっぱい撮影していきたいなっていうのはあるので、来てほしい方とかいればぜひとも、どこへでも行きますんでコメント欄書いてください。ちょっとね、 YouTube にコミットしようかなっていうのもあるので、時間の許す限りちょっと YouTube やっていこうかなって思います。で、こっからなんですけど、今日とある発売日なんで、それを最後締めに食ってこの動画を終わろうかなって思います。じゃあちょっと作ってきます。いいよ。はい、締めなんですけれども、こちらいただきたいと思います。本日発売の味噌菌でございます。うわ、これ絶対うまいぞ。ちょっともやしとかネギとかそういう感じで具材がいっぱい入ってて、味噌の甘い香りが、これやばそう。これは絶対うまい。ちょっと締めにいただきます。あー、うまい。これちょっとめっちゃうまいぞ。締めに最高や。うん、うわー、みんな好きな味やなこれ絶対。汁、これうまっ。またね、すみれとかとは違うんよ。麺もね、結構たっぷり入ってるんで、だいぶ満足感がある。あと後入れのね、香味油がね、またいい味してて、みんなが好きな味噌ラーメンって感じかな。うますぎるぞこれ。このね、今串カツの締めに食ってるんすけど、ちょっとうまい、めっちゃうまいぞ。うん、全然これちょっとリピ買いからの氷結。うまい。これお昼にこれとおにぎりとかやったら最高やね。
まだね、ちょっとカップ飯は食えてないんであれなんですけど、味噌ラーメンめちゃくちゃうまい。うまい、最高です。で、串カツ田中も食えて大満足です。いいよ。はい、ということで今回は、串カツ田中のこちらのフライヤーを使って串カツを焼いて飲んでたんですけれども、最後にこのね、味噌菌の締めでいい飲みがね、できたかなと思います。残りのね、串カツは再び冷凍すれば問題ないので、友達呼んで串カツ田中、皆さんいかがでしょうか。こちらのね、詳細概要欄にね、リンク貼っておくので、興味があったらね、チェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それではせーの、また見てボーボー。